1>, 1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。 こちらは今日の午前10時までの1週間に発生した震度1以上の地震の震源をプロットしたものになりますこの1週間ですけれども日本では震度3以上の地震が4回発生をしております近畿から特に四国九州にかけての地震の発生が目立ちまして震源の深さが100キロよりも深い新発地震こういったものも複数起きております そして、今日はこちらの地震を取り上げます。これは、二十四日木曜日の夜に、熊本県の熊本地方で発生した地震です。マグニチュード四点零、震源の深さが十四キロとなっております。この地震によりまして、熊本市や浮城市宇城市などで震度三を観測しております。この地震の震源ですけれども、二千十六年に発生した熊本地震の活動域。つまり、これ、余震の一つ。 こういうことが言えると思いますすでに熊本地震の発生から6年経っておりますけれども地震の活動は依然として継続中です今年6月にはマグニチュード4.7最大震度5弱の地震も発生をしました引き続き地震活動が活発ですので熊本県内では揺れの強いものですね再び起きる可能性がありますので引き続き注意するようにしてください そして海外の地震ですこの期間海外の地震活動が活発でしたこちらは USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の震源をプロットしたものになりますこの期間で最も大きかった地震こちらが日本時間の22日の11時過ぎに発生したソロモン諸島近海の地震となりますマグニチュード7.0の地震でしたそれ以外にも 大きな地震が相次ぎまして被害を伴っておりますそのうちの一つがこちらです日本時間の21日の15時21分に起きたインドネシアジャワ島西部のマグニチュード5.6の地震です、えー、浅いところで起きたことで、まあ、地震の規模としては まあ中規模レベルだったんですけれども、えー、陸上ではかなり強い揺れに見舞われました。えー、現地では被害の発生が相次いでおりまして、インドネシアの国家防災庁によりますと、300人以上の方が亡くなっております。こののインドネシアというのは ユーラシアプレートと南にありますインド・オーストラリアプレートの境界に位置しておりまして日本と同様大変地震活動が活発なエリアとなりますこの陸地にかなり近いところでもマグニチュード7以上の地震が起きることもありまして過去から大きな被害が発生をしているエリアとなりますそしてもう一つの被害を伴った地震こちらが日本時間の23日10時8分ごろに起きた地震となります こちらがその震源を示したものになります、まあ、トルコの北西部がまあ震源でした、えー、マグニチュードが6.1と大きな地震でしてこちらも浅いところで起きたことで、えーまあ、震源の近くでは、えー、日本の震度階級に合わしますとだいたい5強前後の強い揺れがあったものとみられますこのトルコというのはこちらですね 北アナトリア断層と呼ばれます、東西千キロに及ぶ大変長い大断層があります。この北アナトリア断層の近くでは、過去から大きな地震が相次いでおりまして、例えば、一九九九年には、一万人以上の死者を出すような地震もありました。今回の地震は、マグニチュード六点一と、一九九九年の地震に比べると、規模は比較的小さく済んだんですけれども、一方で。 震源が浅かったことでけが人を含む被害が出ているという状況になっております最新の地震情報やトピックスについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます